パルクール。パルクール、略は移動動作を用いて人が持つ本来の身体能力を引き出し追求する方法。パルクールとはフランスの軍事訓練から発展して生まれた走る飛ぶ登るといった移動所作に重点を置くスポーツもしくは動作鍛錬である。障害物があるコースを自分の身体能力だけで滑らかに素早く通り抜けるため。 走る飛ぶ登るの基本に加えて壁や地形を活かして飛び移る飛び降りる回転して受け身を取るといったダイミックな動作も繰り返し行われるフランス兵士としてインドシナ戦争を生き抜いた父レーモンベルと息子の2代でパルクールの基盤が作られた世に広まるきっかけは息子ダビットが仲間と結成した山鹿子というグループで アクション性の高い彼らのパフォーマンスが、リュック・ベッソンの映画、山菓子、タキシー2などで取り上げられて、一躍有名となった。特別な競技方法や動きの規定はなく、自主的な鍛錬として実践される。一方で、世間からは高度なアクションを要求する、エクストリームスポーツとみなされていることが多い。実践者の多くは、パルクールを通じて、 体の機能性と現時点の限界を理解し、その上で鍛錬を通じて、今の限界を超えうる方法を模索する。結果、パルクール実践者は、どのような環境でも自由に、かつ機能的に動くことのできる心身を得ることができると、日本のパルクールシーンでは主張されている。また、パルクールが包括するフィールドは、非常に幅広く、運動分野の他パフォーマンス、アート、 ライフスタイルや哲学など多岐にわたると解説されている。フリーランニングや言語という別名があるが、パルクールと同じ概念である。パルクールという言葉の成立には、レーモンベルが自分の言っていたトレーニングを息子のダビッド・ベルに教える際、ルパルクールというフランス語を伝えたことが関わっている。もともとは障害物を使った フランスの古典的な軍事訓練パークア DU コミューバトンと日本語訳障害物のある道で進むコースを意味する仏語パークアが語源であるフランス兵士としてこの軍事訓練を体験したレーモンド・ベルはさらにこれを独自発展させて登る走る飛ぶバランスを取るといった要素をより多く含んだトレーニング法を自主開発ル・パークアと名付けた父から この動作鍛錬と名称を受け継いで発展させた息子のダビッド・ベルは、いわゆるスタントマンとして成功。俳優で映画監督のユベール君でからの助言もあり、鍛錬方法の名前にもっと力強さやダイナミックな印象を与えるため、C を K に変えて最後の S を取り除き、現在のパークアとなった。パルクールの実践者は、トレイサー、トレイサー、 また女性型として、トレイスズ、トレイサーズという名前で呼ばれる。これらはフランス語の動詞で、追う、進むといった意味を持つトレイサーという語に由来する。トレイサーという言葉はもともと、ダビットを筆頭にセイバストヤヌフ君、セバスティアンフカンやステファン・ビグルー、ステファーヌ・ビグルーを含む、パルクール団体の故障であった。パルクールの歴史は20世紀初頭。 元フランス海軍将校の体育教官ジョルジュ・エベルが作ったフランスの軍隊トレーニング法モットーどナチャール、日本語訳、自然な方法まで遡る。ジョルジュはアフリカを訪れた際、自然の中で生活する人々の身体能力に感銘を受け、歩く、走る、飛ぶ、ハう、登る、バランスを取る、投げる、持ち上げる、自衛する、泳ぐといった十種の基礎的運動群からなる。 トレーニング法を考案した。このモットードナチャールは次の三つの力を培うものである。二十世紀前半に勃発した二つの世界大戦で参戦するフランス軍に彼のトレーニング法が導入されると、それは障害物を置いたコースを使うパークは DEU、コミューバトントという形に発展し、フランス軍兵士のスタンダードな強化訓練として広く採用された。 1939年、レーモン・ベルは、フランス領インドシナ、現在のベトナムに生まれた。1946年からの第一次、インドシナ戦争で父を失ったレーモンは、7歳で、中南部の都市ダラットの戦争孤児院に送られるが、そこで彼は、戦争犠牲者にならないよう、夜中に起きては軍隊にある障害物コースを使って、自主トレーニングをしていた。その回もありレモンは、 フランス軍に入隊、訓練を受けた後兵士として1954年のディエン・ビエンフーの戦いを生き抜くとフランスへ帰国した。その後も軍隊教育を受け続けたレーモンは1958年に軍教育を収め、19歳の時フランス軍管理下にあるパリ消防旅団に入り、優れた身体能力を発揮してエリート消防士として活躍した。レーモンの息子、 は、1973年に、フランスで生まれた。1984年に、パリ郊外の町に引っ越すも、学校の陸上競技や、体操競技に満足できなかったダビットは、父レーモンから、ルパークアというトレーニングを教わった。レーモンは、自身の経験をもとにした鍛錬をそう呼んでおり、物事を行う最善な方法、兵士や消防士としてを見つけるために、これを何も繰り返してきた。 と息子に話した。たゆまぬトレーニングの重要性に気づいたダビットは父親からルパー,アークアを学んで没頭し自身の鍛錬に集中するべく15歳で学校を辞めた。そんな息子に父レーモンはしばしば忠告していた。そうやって開発した体の強靭さや俊敏性は実生活において役立てられるものでなければならないと。息子ダビットが続けていた鍛錬は 1990年代後半に実生活で開花する。リスで一緒にトレーニングをしていた友人のセバスチャン・フォーカンらを誘い、9人のメンバー、ダビッド・ベル、ヤン・ヌートラ、チャウ・ベル、ロラン・ピエモンテジ、セバスチャン・フォーカン、キラン・ヌバ・ボーイエク、チャルル・ペリエール、マリック・ディウフ、ウィリアムズ・ベルからなるパルクール集団、山菓子を1997年に結成した。 山梨という名前は、今後の言語である、リンガラ語で、強靭な精神、強靭な肉体、強靭な人物、忍耐力などを意味する語に由来する。パリの様々なショーに出演したことで、彼らの高いパフォーマンスは、フランスのエンターテイメント業界で注目されるようになった。一方、グループ内では活動の定義や、方向性、当時、山梨は、 自分たちのパフォーマンスを移動の芸術という意味の l ート DU、D プラスメントと称していたをめぐって不和が起こり、ダビッドベルとセバスチャン・フォーカンが山下氏を離脱。この二人が1998年に自分たちの動作鍛錬をパルクール・パークアという新たな単語を使って定義付けた。その後、2001年に公開されたリュック・ベッソン監督の映画山菓子。 2003年のチャンネル4のドキュメンタリー作品、ジャンプロンドンなどを通じて、パルクールは世界中で注目を浴び、世界各国で実践者が増えていった。他方、ビルからビルへと飛び移るメディア映像の作品は、一般の人々にパルクールの偏った見方を与えることになった。映像のダイナミックな動きを真似しようとした未熟な実践者による落下事故などが相次いだため、 現在では、欧米諸国を中心にパルクールの安全な練習場が作られ、各地で気軽にパルクールを始められる環境整備が進められている。呼び方は様々であるが、この運動方法をいかに正しく実践しているかが重要であり、実践するにあたって、どの言葉を使っても問題はない。パルクールを実践するためには、心身ともに日々トレーニングを積み、 距離や危険性を測る感覚を養い、いかなる状況にも適応できる能力が必要である。そのため、パルクールを始めて間もない時に、ネット動画に出てくるような動作を真似ることは、死に至る可能性がある危険な行動である。よって、初心者はトレーニングで体を慣らしていくことが重要である。シューズは怪我防止や疲労軽減などの役割を持っている。また、 足が生み出す力を倍増させる能力もある。パルクールのシューズは、ランニングシューズや底の柔らかい靴が好ましい。また、登山靴メーカーなどから、パルクール専用シューズも発売されていることがある。パルクール専用シューズもある。シューズは安いものから高いものがあるが、パルクールでのシューズは、基本的に消耗品と考えた方が良い。これは、 本気で練習するとシューズはすぐボロボロになるためである。高いものは物によるが長持ちするものもある一方、反対に安物は割とすぐ壊れる可能性がある。日本国内におけるパルクールの人口は1000名以上と考えられているが正確な調査は行われていない。日本における著名人としては全が挙げられる。日本国内で活動しているチームサークル、 団体はネットで確認できるだけで約50ほど。そのほとんどは3、4人程度で活動しているが、都市部のチーム、団体では10人前後の王女隊のチームもる。日本ではパルクール人口が少ないためトレーサー同士が実際に出会う機会は少ないが、現在では全国で定期的に練習会、プクデイ、ジャム、ガールズジャムなどの練習会が開かれており、 トーサー同士が交流する貴重な機会になっている。また個人間、チーム間の小規模な練習会が開かれることも少なからずある。練習会の告知は、練習会を主催するトレーサーが主にツイッターやフェイスブーなどの SNS で告知することが多い。一部の都市では、パルクールを教える教室も開かれている。2018年10月11日。 ボストンダイナミクス社の最新型アトラスがパルクールを経験とやって乗ける動作を撮影した新映像が公開された。以下に映画以外のパルクールやフリーランニングを取り入れた主な作品をあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。